半魔家の本家の半魔岩尾先生です。時代が変わって、今ね、大事なことだと思って、話させてもらいます。時代が変わって、田舎でもインターネットが施設がね、設備が整って、世界中にもだいぶ広まってですね、通信網とか情報網とかね、会議なんかもテレビ電話、電話も気軽に安く、世界中電話が気軽にできる。で、あらゆるファックスだろうと、情報だろうと、設計図だろうと、近くにいる人と同じような、慣れると同じような仕事が全くできるようになったと。ということになりましてね、私は東京生まれなんですけど、渋谷の十字病院で生まれましてね、東京世田谷区成城町555番地に住んでましたけども、東京の住宅街、人が最も住むとこですね、に、学生時代ずっと生まれて育ったわけですね。小学生時代までですね。で、5年生ぐらいまでですかね。で、もうちょっと前かな。3年生か4年生ぐらいですかね。5年生までぐらいですかね。そんなことでしたけれども、仕事というのが、東京が最もできる場所だというような、都心がね、世界中、そういうところだと、だったんですよ、前は。で、今思うには、逆転してきたんじゃないかなと。というのは、情報で仕事が何でも、流通も世界の流通も田舎で取れるわけですね。インターネットと情報とか仕事の情報も回せるのでね。それと畑とか農作業、食うものとか、魚とか牛とかですね、いろんな家畜まで田舎は持ってるんですね。それと同時に昔でいう東京で仕事するような情報網も入るようになったということで。と言いますと、東京よりが有利になっちゃうわけですね。いざお金が止められても食う道があると、田舎の場合はね。百姓で仕事できるわけですね。田舎の場合はね。東京人はできないと。で、情報もインターネットであらゆるものがあるんで、で、工場も結構ありますね、田舎の方がね、東京よりか。全国にはね。何も困らないようになってきたと、田舎でもね。じゃあ東京はじゃあなんだ、オフィス街だけかということですね。昔はそれで強かったんですけども、今は逆転しちゃったと思います。東京の力は、人数だけですね。一つ固まった。ね。で、同じ人数分田舎いれば、田舎の方が強いですね。それをちょっと注意してください。私は東京生まれで、東京をよく知ってます。だから、同じ人数だったら、田舎に勝てないでしょう。そんなことをちょっと記録、現在そうなったと思います。ただ外国のインターネットも伝わってない、あんまり情報は例外ですね。田舎でも情報網がしっかりしてるところですね。光回線、こちらもしっかりしてます。茨城もね、日本全国そうでしょう。日本はね、
狭いものですからね、日本の、本土っていうのはね。だから、ここら辺力負けしないように東京人はですね、私は東京生まれです、力負けしないようにね、で同じに戦おうとしても勝てないでしょうね。お金以外に物資の補給じゃないけども、自分の生活の安全な道方法を持ってますから、田舎の場合は百姓ができますでしょ、ね、なんかの形で経済が潰れても全然問題にならないです、ね、簡単に生きていけますからね、田舎の場合はね。かえて社会が悪すぎたら得になりますよ。今社会がちょっとやばくなってきたからね、面倒見なくなっちゃいますよね。ね、まあそんなことでね、田舎っていうのはそういうとこですね。情報がしっかりして、アメリカとかロシアなんか強いんじゃないですか、もうめちゃめちゃに。だからまた国も強くなってきちゃってると思います。まあそれはね、ちょっと別の話ですけどね。すいませんね。どうもありがとうございます。